クレブニキティンは、ロシア出身のバイオリニスト、指揮者。現在は、札幌大谷大学音楽学科教授。両親は、共にピアニストだった。1964年、ロシアのモスクワに生まれる。6歳からピアノを、8歳からバイオリンを学ぶ。1984年に、モスクワ音楽院に入学し、バレリー・クリモフに指示。1989年に、 同音楽院バイオリン科を卒業。また、レオニード・ニコライフに支持し、1992年に同音楽院指揮科を卒業。1988年にズービンメータ、ドミトリー・キタエンコの指揮による、ベース合同オーケストラにてコンサートマスターを務める。その他にも、ベルゲンフィルハーモニー管弦楽団の、ゲストコンサートマスター、モスクワボリショイ劇場管弦楽団の、 アソシエートコンサートマスター、ザグレブフィルハーモニー管弦楽団のソロコンサートマスターを経て、1993年、札幌公共楽団コンサートマスターに就任。1998年から2000年9月まで、同団主席コンサートマスターを務めた。2000年10月から2006年3月まで、東京公共楽団のコンサートマスター、京都市公共楽団のコンサートマスターを経て、 2008年7月1日より東京交響楽団第一コンサートマスターに就任。2007年9月にはゲストコンサートマスターとしてモントリオール交響楽団に招かれ、ケント長野と共演。ボリショイ劇場で芸術監督アレクサンドル・ラザレフの下、副指揮者を務めたのを皮切りに、トムスクフィル、札幌交響楽団、クロアチア室内合唱団。 東京公共楽団チェンバーオーケストラなどを指揮している。また、札幌大や大学短期大学部でも指揮をしている。ありがとうございます。